今回の動画はクアラルンプールベスティンホテルのご紹介です。コスパが良くおすすめできます。それではミッツチャンネルスタート。ウェスティンの32階のホテルの部屋に入りました。ここはクローゼットルームです。ですね、すごいお風呂大きい。そしてシャワールームが別にあります。でアメニティはこちら、アメニティ一通り揃ってますね。なんだろう、あ、マウスウォッシュ、あ、ボディーローション、とても綺麗です。清潔です。ミネラルウォーター。バスルームの石鹸はこちらに用意されてます。この石鹸がこのリーフ柄の石鹸なんですね。かわいいですね。こちらのバスルームにアメニティ揃ってました。ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプー、マレーシアですからね、ハンドウォッシャーついてますね。お部屋です。いやー広い、広い。お部屋素敵です。あ、こちらにもミネラルウォーターがあります。1日2本いただけるのかな。冷蔵庫かな、ここですね。よいしょ、冷蔵庫、ミニバーですね。ここ32階なんですけど、うわー、夜景が綺麗。ここパビリオンのショッピングセンター、ショッピングモールなんですけれども、もうすぐ真裏向かい側にあります。ソファーがあってですね、こちら一通りペンだとかメモ用紙だとか揃ってます。
ウェスティンのベッドはご存知の方も多いと思いますが、ヘブンリーベッドです。このヘブンリーベッドと呼ばれるベッド、本当に寝心地がいいです。何度かウェスティンは泊まってますが、本当にこのベッドはもう最高です。ぐっすり寝れます。今日もいい夢が見られそうです。おはようございます。昨夜はヘブンリーベッドでいい睡眠を得ることができました。ぐっすり寝られました。これから、ウェスティンの朝食会場へ行きます。朝食の内容をご紹介したいと思います。朝食会場に来ました。ウェスティンの朝食本当すごいですよね。もうびっくり。ご紹介していきます。オニオンリングだとか、これはなんだろう、ちょっと餃子みたいなものもあります。ここは日本料理、お蕎麦、お蕎麦があって、まあ、ライスで、あ、味噌汁、あとサーモン照り焼き、あ、鮭ですね。ね、ここがパンコーナー、好きなだけバゲットをカットしていただけます。トースター、ここはチャイニーズヌードル、薬味だとかソースだとかが置いてますね。で、ここでこのようにシェフがヌードルを提供してくれるようです。あ、すごいすごい。チャイニーズヌードルコーナー、あ、すごい。麺も何種類か選べるようです。ここにも、お水、レモンティー、アイスレモンティー、すごいな。デニッシュコーナー、チョコレートチップデニッシュ、バナナケーキ、バナナパフ、フルーツデニッシュ、美味しそう、クロワッサンです。あとはハム、とこちらはチーズコーナー。うん、ね、このチーズなんだろう、カマンベールみたいですけど、これ食べてみよう。バゲット、こんなに種類があります。レーズンデニッシュ、アップルデニッシュ、シュガードーナツ、ストロベリーデニッシュ、チョコレートマフィンとブルーベリーマフィン。まだまだこちらにもあります。ホットトマト、
こちらはコーヒーだとか紅茶だとかをいただけるコーナー。これは？あ、おかゆコーナーだ。おかゆ、白のおかゆ。ここはカレーコーナーです。ライスがあって、今ここチキンカレーがないんですけれども、ラムカレーあって、チャイニーズフライドライス、シンガポールビーフン、シンガポールビーフン、ここは、ホットソーミルク。こちらもまたビュッフェのコーナーの一角なんですけれども、アイスクリーム？アイスキャンディーかな？ここにはフレーク、シリアル類があります。ミルク。こちらからフルーツやジュースを選ぶこともできます。ヨーグルト。これなんだろう、ゼリー。フレッシュジュースはこちらにあります。ウォーターメロン、キャロット、アップル、オレンジ。こんな風に置いてるとすごく新鮮で美味しそうですね。あ、ここはパンケーキのコーナー。フレンチトーストとこちらパンケーキがいただけるようです。フレンチトースト仕込み中。こちらはサラダのコーナー。サラダもいろいろあります。そしてドレッシングもこのように。このショーケースの中のデニッシュだとか、あ、キッシュがありますね。これもビュッフェとしていただけるようです。すごい品数ですね。びっくり。あ、ピザもありました。ピザがあって、ここはキッシュのコーナーで、ここはパイですね。カレーパイだとか、なんだろうこのパイは。すごすぎます。中央にはフルーツ、南国のフルーツが並んでいます。あとこちらにはナッツだとかゼリー、ゼリーですねとかクラッカーとかあって、いやーすごすぎる。ほんとすごいですよね。はい、いろいろと撮ってきました。チャイニーズヌードル、エビと
チキンのスープ2種類ありました。ちょっとピリ辛のエビのスープにしました。あとカレーが何種類かあって、カレーと一緒に食べるナンではないんですけれども、ナンの代わりになるようなこういったものがありました。とデニッシュがすごく充実してましたので、デニッシュも取ってきました。ではいただきます。こちらのチャイニーズヌードルからいただきたいと思います。伸びちゃいますんで、いただきます。エビの出汁がすごく出てる。うん、美味しいです。エビの出汁の方はピリ辛って言ってましたけど、全然辛くないです。デニッシュ食べてみます。フルーツデニッシュ、うん、甘くて美味しい。なんだろう、アップルデニッシュ。うん、アップルパイが入ってます。あとチーズがなんかこのような変わったチーズがあったので持ってきてみました。カマンベールチーズみたいなんだけど、ちょっと違う。なんでしょうこれ。食べてみます。うん。これめっちゃ美味しい。カマンベールチーズの中に、なんか別のチーズが入ってる。すごい美味しいこれ。ビールが飲みたくなる朝から。ウォーターメロン、あ、ウォーターメロン美味しい。オレンジ、うん、搾りたて、本当に絞りたてっていう感じです。カレー行ってみます。あ、ベジタブルカレー持ってきました。あ、辛くないね。全然辛くない。あ、辛いやっぱり辛い。後から来るすごい後から来る。やっぱりすごい辛いです。ちょっと何のような感じのものを乗せて、うん、これ美味しい。美味しいね。何のような名前がよくわかんないんですけど、これをね一緒に手で食べちゃっていいのかな。
カレー美味しいけどすごい辛い。後から来る全部美味しい。美味しいけど辛い、どうしよう。でも食べたい。うん、ちょっとココナッツカレーも、ココナッツカレー食べてみます。これはこれで、これは全く辛くないです。よし、ワッフル、焼きたてのワッフルがありました。持ってきました。よいしょ。ね、この焼きうどんみたいなやつ、どれも味はとっても美味しいです。すごく品数があって、もう選ぶのが大変。もう全部いろんな種類食べてみたいですよね。でもお腹が追いつけませんよね。でもこれだけ品数があると、なんか選んでいるだけで楽しい。いや、このお食事付きで一泊11,000円、めちゃめちゃコスパいいですよね。やっぱりウェスティンは素晴らしいんですけれども、他の国と比べてやっぱりクアラルンプールはホテルが安いです。お料理もとっても美味しいです。4階のスイミングプールにやってきました。こちらはスイミングプールに併設されているバーとレストランですね。あ、こちらにビリヤードとかちょっと遊べるスペースになっているようです。プールサイドで飲み物を注文すると、こちらで作ってくださるみたいです。ここでは食事がいただけます。モーニング。プールはこんな感じです。はぁ、南国って感じです。なんかちょっとこじんまりしてるけどいいですね。すごくいい、開放的でとっても素敵です。まだまだ奥にもあります。この場所なんかいいですね。もうど真ん中に
設置されていて、なんかVIPスペースっていう感じ。あ、プールいいですね。で、誰もいないので、なんか独り占めできます。貸し切り。いやー、貸し切りだ。今時間が午前10時半なんですけれども、10時半で誰もいません。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。